ない大阪人形。今回は余分な粘土を切り取っていきます。怪我をしないように手袋をしてます。型抜きではみ出た部分を切り取ります。腕の周りの粘土を切り取ります。足の周りの余分な粘土を切り取ります。頭の周りの余分な粘土を切り取ります。次は不要な関節を切り取ります。ももパーツの膝関節球を切り取ります。体の肩関節球を切り取ります。続いて、股関節球を切り取ります。
頭部の首関節球も切り取ります。余分な粘土の切り取りが終わりました。No.